はい。ということでね、金儲けのために始めた、ポケモンカードゲーム。今回は、なんとこちら、ウルトラサンとウルトラムーンのプレミアムトレーナーボックスをですね、購入いたしました。これいくらだったっけ ?4000円ですね。4000円でこちら購入いたしました。はい。これだけで即戦力、拡張パック20パックと必須トレーナーズで、サン&ムーンのバトルに参戦となってます。ウルトラサンとウルトラムーンが発売されましたが、それの拡張パックが、10パックずつ、10パック10パックで20パック入ってます。ね、それに、加えて、カードがですね、全部で156枚入ってて、トレーナーカードが44枚、特殊エネルギーが4枚と、エネルギーカード108枚、さらにカードボックスとポケモンコインと GAX マーカーと、アクリルダメ缶とプレミアムマーカーとデッキシールド64枚というですね、とんでもないことになってて、さらにこの箱自体がですね、カードの収納に使えるというね。ということでね、買ってしまいました。パカパカプラカというね、某 YouTuber のね。そしてですね、これまでに稼いだ、金額、ヤフオクにてですね、つい最近アセロラのスーパーレアをね、9500円で売却しましたので、合計ね、12,883 円、稼いでおります。まあ、稼いでおりますっていうかね、収支にするとね、13000円ぐらいマイナスですけど。で、これどうやって開けるか。あ、こうなのね。さ、はか、ふわが。お、はが。おー、すげえ、これ。ツルツルしてる、ほら。見て。テカってる。かっけえ。そして、こんな感じ。こんな感じ。捨てないで、この中仕切りは、カードボックスの仕切り板として再利用できます。だって、これは捨てないようにして。あれ。そしてこちら。ウェーイ。ウルトラサン。ウルトラムーン。ね。まだ俺これは、ウルトラサンとウルトラムーン買ってねえから。これが楽しみ。そして、チャカーン、これエネルギーカード。そしてこれはトレーナーカード。で、これダメージカウンターがこれアクリル製のプレミアムバージョンですね。ただこの GX カウンターだっけ ?GX マーカーがただの紙なのが気に食わねえな。ただの紙じゃねえか。いつも通りのこの GX カウンターが。あ、でもちょっと赤色?でも紙ですね。これ紙です。段ボール製ですね。そして、コインもまあ変わんねえな。で、これ、やけどマーカー。かな?と、こっちは毒マーカー。ですね。ほうほうほう。ほうほうほう。そしてこちらほら。じゃーん。デッキシールド。ですね。64枚ぐらい入ってる。デッキシール。こちらも多分ね、ヤフオクでね、高値で売れると思いますね。ヤフオクで売りたいと思います。まあ、しばらくちょっと時間を経ってね、
寝かせて置きたいと思います。それではまずはこれですかね。こちらトレーナーカーを開けていきます。アクアパッチ、アクアパッチ、ネストボール、ネストボール、ハイパー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 ボール。あ、そっか、4枚まで入れられるんだっけ？同じやつ。わかんないけど。不思議な飴、不思議な飴、不思議な飴、不思議な飴。こだわり鉢巻き、こだわり鉢巻き。カキ。カキ。なんだ、カキって。シロナ。このシロナも高いんですよ。値段300円くらいするじゃん。シロナ。リーリエ、リーリエ、リーリエ、リーリエ。エーテルパラダイス、保護区、保護区、月、ガチリンの祭壇、祭壇、せせらぎの丘、丘、ダブル無色エネルギー、ダブル無色エネルギー。そしてこのバトルサーチャー、こちらがクソ高いんですよ、確か。これも高かったはず。サーチャー、サーチャー、PP マックス、PP マックス、闘魂の回し、回し、N、N、風呂、風呂、プラターヌ博士、プラターヌ博士、プラターヌ博士、博士。フラダリ、フラダリ。あ、なんだこれ。あ、特殊エネルギーだって。ストロングエネルギー。このカードをつけてる当ポケモンが使う技の、相手、バトルポケモンへのダメージはプラス20されるだって。へぇ、当エネルギーが2つ。スーパー糖エネルギー。なんで糖エネルギーだ、なんだろう、ね、なんで糖エネルギーで、あとこれは、あれでしょ。ただの、通常エネルギーカード。なんで糖エネルギーだけなんだろう、ね、通常エネルギーカード。特殊エネルギーは入ってない。あ、入ってないですね。ということになってます。傷つけないように。あの、クソったれ、なんだっけ。あの、カードショップ、クソったれ亭とかいう、悠々亭とかいうゴミカスのね、あの、うんち会社によると、全くね、俺がね、一切傷つけてない。あの、アセロラスーパーレア。あの、4500円で買い取りしようとしやがったの、クソ返し。死ね。そして、ウルトラ3。上げていきます。いろいろググったところによると、ウルトラ3を買うよかは、ウルトラムーンを買った方が、確か、6000円ぐらいで売れるカードがあるんです。なので、あの、得らしいです。あ、なんか見えたな。アローラディグダ。アローラディグダ。メガヤンマ。ヤトウモリ。あ、シェイミだ。これはレアだ。レアか。R、シェイミ。キラキラン。かわいい。タテトプス。これなんだ？あ、R って書いてあるから、レアか。で、タテトプスがこれアンコモンですね。なぜかタテトプスが最後のね、ところに来てるっていう。よくわかんない。なんだこれ。ウルトラ全力幻のポケモンもらおうキャンペーン。へぇー。あ、キャンペーンコードが貼ってある。これ見せちゃダメです。スパーキングギガボルト。これあれだな。キャンペーンコードだから、これ。取っと。あの、ウルトラ3とかサンムーンで使えるらしい。コイル、ロゼリア、ニャルマ、傷薬、ヒートロトム。そしてキャンペーンコード。傷をつけない。傷ねえくせになんか傷
下手したらつけてんじゃないか、あのクソショップ。下手したら。お、ブーバー、林亀、友達手帳、マニューラですね、レア。ポケモンキャッチャー。マニューラのレア。と、これはありますね。ちょっと滑る。ここに置いとくか。ちゃんと手袋もしてますか。これで傷ついたなんて言ってきたらマジで。気違いだぜ。コイル、ベロリンガ、スカンプ、ロズレイド、ポケモン大好きクラブ。ナエトル、バクガーメス、EV。あ！ネクロズマの黄昏の姿、これレアレアですね。RR。RR って書いてある。ネクロズマ、黄昏の縦紙。と、ドンカラス。これ当たりましたね。レアレア当たりました。レアレア当たりました。レア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 と。ドーミラー、モーカザル、チェリンボ。あ！ダブル無色エネルギーの。アンコモンとスピンロトムです。イーブイ、スカンプ、アローラダグトリオ、ヒードランのレア、ネストボール、ヒードラン、ヒードランのレアでました。まあなんだかんだ言って俺まあ3ムーンクリアしねえからな。ムーン買ったんだけど、普通のやつね。ウルトラムーンはまだ買ってないけど。まあウルトラムーンとかウルトラ3ムーンは買わない方がいいという噂が立ってるけど、ね。林亀、ニューラ、コイル、カットロトム、ベロベルト。なんかね、大してね、追加要素がないんだって。だからアマゾンで酷評されてましたね、うん。フルプライス商法でこんだけしか、追加コンテンツねえのかよ。バクガメス、ロゼリア、謎の化石、ドダイトスのレアですね。当たりました。よし。お、そしてリリエ。これ、リーリエも高いんですよ、確か。確か高いはず。300円ぐらいするんじゃん。多分300円ぐらい。お、ウルトラサンとうとう最後ですね。ウルトラサンがとうとう最後になりました。コイル、マスキッパ、ベロリンガ、エンニュート、テンガンザ。そしてここからウルトラ、ムーン。ね。綺麗。これですよ。これにね、超ね、高い6000円ぐらいする。1枚6000円ぐらいする。誰だか忘れたけど、は入ってるはず。あ、あれか。シロナじゃなかった。シロナってやつがクソ高い。昔出てきた四天王のラスボスですね。ミカルゲ、ブイゼル、深まるジジーロンのレアですね、これ。レア。ジジーロン。そしてカバルドン。レアとレアレアぐらいしか来ない。
レアレア、スーパーレア欲しいな。スーパーレア。SR。ディオル、スコルピ、コリンク、レスキュータンカー、ズガイドス。この動画の、最後のあたりで、あれしますか。品評会。品評しますか。値段ね、最後に。ミミロル、お取り寄せパッド、ポッタイシ。レントラーのレア来ました。ウェイ。レントラー昔使ってたな。お、デンジ、ああ。デンジってこれ昔のやつだよね。もうあれなんですかね。とうとうポケモンも、あれか。もうネタがなくて、昔の、キャラを出すようになってきたから。もうだって、昔の、あれだよ、シロナとかも昔のキャラじゃん。昔のさ、四天王とかでしょ。とうとうあれなんじゃね？ネタ尽きたんちゃうか。株式会社ポケモン。コリンク、ヒポポタス、アローラサンド、雪の王、不思議な雨。てか最近知りましたけどね、今のポケモンカードはね、これ、あるんですよ。これ。こちら、多分ね、画像ちょっとわかりづらい。無色エネルギーじゃない、もう何も書いてない。ね、エネルギー。これは、確かもう、エネルギー乗せないで攻撃できるっていう、じゃなかったっけ。うん、そうだよね。エネルギー乗せないで攻撃できるっていう。その技があるんですよ。これは最近知りました。はぁーと思って。昔は絶対無色エネルギーとかね。まあ無色エネルギーは何でもいいんですけど。何のエネルギーでも代用できるんだけど。ノーコストで。まあ確かにあれですよね。一旦に1枚しかエネルギーカードって載せられないんですけど。それで、まあ、ねえ、いろいろやっていくっていうのはなかなか無理があるよね。デカグース、パチリス、深丸、そして、なんだこれ。あ！シロナ！これ、あれ？これレアか。スーパーレアのやつじゃなかった、シロナって。シロナ来たけど、これは多分スーパーレアじゃないから、これレアのやつですね、これレアです。来たと思ったんだけど、あれか。多分、レアなやつは多分そんなに値段高くないです。と、フロストロトン。当たったとちょっと思ってしまった。6000円ゲットと思ったら。そう、そううまくはいかない。レア白ななんて。よく当たるだ。お、これも当たってる。ミカルゲ、ルクシオ、ミミロップ。あー白だ！またお前レアかよ。レア白な。と、ドクロック。レア白なじゃねえんだよな。レア白なじゃねえんだよな。お、ポッチャマ。かわいいですね。ポッチャマ、ガバイト、雪かぶり、お、なんだこれ、ユニットエネルギー、だって特殊エネルギーだ。フロストロトム。ポッチャマかわいいですね。まあ、俺多分、一番好きなのある、あれかもしれない。マニューラとか。マニューラとニューラが好きですね。ニューラ、マニューラ。ああ、そこらへんやな。ヤングース、投げつけざる、アローラサンド。
ハンサムホイッスル。ロトム。なんだっけ、夢、バグみたいなやついたよね。ブラックホワイトだっけ。あれも可愛かったっすね、ゾウみたいな。あれ、なんつったっけ、ピンク色のゾウみたいなやつ。なんかちっちゃいゾウみたいなやつ。あいつも使ってた、可愛かったね。あいつも可愛かったっすね。コリンク、ミミロル、深間、あ！これ来たぞ！これレアレアじゃね？いや、スーパーレアかもしれない。行きまーす。お願い。シロナ来い！だー！あ！グレイシア GX！ これレアレアじゃねえか。あれ、これ高いんじゃなかった？違うか。スーパーレアの方が高いな。グレイシア確か、スーパーレアのやつ高いんじゃなかった。エスケープボード。グレイシア確かスーパーレアの方高いんじゃなかったかな。ちょ、覚えてない。あ、最後ですね。ウルトラムーンとうとう最後。最後になってしまいました。お、ぽっちゃま。来ないか、ぽっちゃま、不安定、深まる、雪の、エレキブル。あー、来なかった。シロナ来なかった。シロナ来なかったか。まあ、そう簡単に来ないっすよ。さすがに。そう簡単にね、スーパーレアは来ないっす。20パックあげてスーパーレア1個もなかった。まあ。まあ、そんなもんだよ。スーパーレアって、ワンボックスっていうところが、3ボックスぐらいに1枚ぐらいの割合なんです。そうらしい。そういう話を聞いた。けれど、それではね、今から査定に入りたいと思います。査定に入りますか。とある、カードショップの、最新弾。結局、レアレア以上のやつ出なかったということで。それではね。グレイシア GX。こちら、レアレアの。こちらが250円。そして、シロナの、これはレアですね。これが350円。高い。これもう一枚あります、シロナ。で、レントラーは、0円。0円ですね。レントラーは0円。ジジーロンも0円。ジジーロン0円。あとは、ドダイトスも0円。ヒードラも0円。あ、これ。ネクロズマのたそがれの姿は、なんと !100 円。なんだよ、おい。マニューラは、お、あ、マニューラ高い。50円。マニューラ50円。シェイミー。こんなに可愛いのに。これほら。抱っこしてーって言ってるよ、これ。絶対。これ0円。なんだよ。
0円のやつ多すぎんだけど、しかもさ、高くても350円とかゴミカスうんち価格じゃねえか。そして、このノーマルカードの束の中に、意外と高いのは、ワンチャンス残っている可能性は天眼山出たよね。20円。天眼山20円、友達手帳が5円。天眼山20円。俺50円未満は売らないことにしてるから。これ売らないか。これは売らない。で、エスケープボードが10円なので、これも売らない。で、なし！なし！ということは、合計で1000円ぐらいしか行ってないじゃないか。マジで？一番高かったの白なの2枚で350円2枚だから700円。350円。で、ちなみにですね、スーパーレアのシロナが5600円となってますね。1枚5600円。これは当てたかったんだけど。さすがにダメだった。これで700円でしょ。で、グレイシア GX が250円だから、これで950円。950円。の、マニューラが50円。これで1000円。で、このネグロズマが100円だから、1100円ね。1100円。1100円か、4000円払って1100円ではない。そう、ここからが本番なのです。まだあるのかい。いいかね。先ほど、俺が、ポイってした？ポイっとはしてねえけど。大切に保管しておいた、こちらのノーマルカード。ね。あのプレミアムの、あのプレミアパックの、ウルトラサン、ウルトラマン。こちらがですね、なんと、非常に高価なんです。そう。非常に高価。いいですか？むしろこっちの方が大切なんですか？さっきのパックはね、ほとんどただのね、お遊び。お遊び。お遊び品なんです。この中にある、いいっすか？どれだっけ？こだわりハチマキ50円。が2枚。で、これで100円。そして、ここにある白菜2枚。これが白菜が1枚300円。これで600円。これで700円。ん？ 600 円で700円ですね。で、バトルサーチャーがなんと！あれ、バトルサーチャーどこ行った？ あった。バトルサーチャーがなんと！500円 !1 枚500円 !500 円で、これで1000円これで1000円だぞ。そしてこの PP Max がこれ20円20円で、これ40円ですね。闘魂の回しが30円1枚。30円30円で、これ60円。そしてこの N が100円1枚100円、100円100円で200円です。で、プラターヌ博士が5円、5円ですね。5円。1枚5円。5円が4枚で。20円。まあ5円なんて売らないんですけど。50円未満は売らない、あの、ポリシーなんで。ね。ということで、50円以上だったこのカードたち、合計でいくらか見てみましょう。N が100円。100円。これで200円。バトルサーチャーが、これで2枚、500円、500円で1000円で、あれ？
N が1枚200円だから、1200円。1200円で、シロナが、これで600円だから、1800円。こだわりはじまき、これ1900円。合計1900円です。4000円払って、1900円戻ってきて、で、こっちでいくらだっけ？忘れた、いくらだっけ ?3000 円ぐらい戻ってきたもん。まあ、1000円マイナスですけど、1000円、4000円やって3000円も返ってくるってすごくね？すごないこれ。これすごない？これすごない？ 3000 円ぐらい戻ってきた。最強かよ。完全に最強じゃん。プレミアムトレーナーパック。結構あれだぞ。意外と買いなんじゃないか。あれ？これ金儲けられるんじゃね？ああ、でもどうだろうな。プレミアムトレーナーパック4000円でしょ？で、20パックの中のうちで、この決まるけど、まあ、でも、これ買いなんじゃないか。まさか。ちょっと待って、マジで買いなんじゃないか。普通。この動画をお蔵入りにするべきなのかもしれない。知ってしまった。知ってしまったかもしれない。これは。あれ？ちょっと待って。ウルトラ3のあの、あれって、いくら？ボックス。ウルトラ3ボックスは？ウルトラ3のボックスいくら？30パック入りで、3800円。30パック入りで3800円。え？これ、これもしかしてこれさ、これは、まさか。まさか。かなり買いなんだよ。4000円だったらかなり買いなんだよ。だってさ、ウルトラムーンの、あの、30パックの、あの、ボックスが4000円なんですよ。だからこれと同じなんだよ。プレミアムトレーナーボックスと同じなんで。で、20パック入ってくるんだよね。そのうちの3分の2入ってくるわけでしょ。3分の2入ってくるわけでしょ。ということは、2700円分入ってくるわけだ。あれ？これ超買いなんじゃない？プレミアムトレーナーボックス。もしかして。で、確実に入ってくるやつで、あれ、1900円ぐらいキャッシュバックされるわけでしょ。あ、これプラスだ？これプラスだぞ。これ。これちょっと、待って。これやばいことを知ってしまったかもしれない。まさかの、スペシャル、ちょっとやばいぞ、これ。この動画をお蔵入りにする可能性が、出てくるぞ、これ、マジで。やばいぞ、これ。あー、でもあれか。そっか。そっか。一点問題がありますね。あの、10パックで入ってくるわけじゃないですか。ウルトラサン、ウルトラムーン。
そこが問題ですね。ぶっちゃけた話、ウルトラサンはいらないんですよ。ウルトラサンって一番高いやつでも、いくら？ウルトラサンだとね、一番高いやつでもね、リーフィア GX とかで1500円にしかなんないんですよ。それが10パック入ってるっていうのが、それが、全部ウルトラムーンだったらいいんですけど、全部ウルトラムーンだったら、白なスーパーレアで5600円もらえるから、ガチャ引けるんだけど、白なガチャ引けるんだけど、そっか、ちょっとあれっすね。でも、4000円で、まああれですね。ウルトラさんのこのボックスを買うよかはいいですね。ただ、ウルトラムーンのボックスを買った方がいい場合も結構ありますね。だって、10パックしか入ってこないんだから。せやねんな。ウルトラさん、まあ、でもかなり買いなのはわかりましたね。ほとんど、だって4000円買って3000円キャッシュバックされてんだから、実質1000円ですよ。実質このトレーナー、プレミアムトレーナーボックス、これ実質1000円みたいなもん。恐ろしい。これは恐ろしい。スペシャル大変なことになって、これ100パックぐらい、これスペシャルトレーナーボックス 100個ぐらい買ってさ、寝かしとけばさ、億万長者になれるかもしれない。まあそんな、元金がないんですけどね。ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。